若き日のウィリアム・サローヤン、人間喜劇、またはヒューマンコメディの題名で日本語になっている小説は、アメリカの作家ウィリアム・サローヤンが1943年に発表したものである。同時期に同名の映画も作られ、後にミュージカルやテレビにもなった。物語は第二次世界大戦中でカリフォルニア州のイサカを背景にセットされている。 物語中、ホメロスのオドッセアへ、しばしば言及があり、ユリシーズの気境物語がテーマになる。アルメニアからの移民の家系で、父親を亡くした14歳の高校生ホーマーは、家系を助けるために電報局の電報を届ける、アルバイトをする。いろいろな電報を届けるが、対戦中なので出生中の息子の戦死に関する電報も、両親へ届けねばならない。また、 学校の先生や周りの友人を通して様々なことを学んでいく。最後は出生中の兄、マーカスの戦士を告げる伝報を自宅へ届ける。悲しみに暮れる一家へ、マーカスの戦友トビーが訪ねてきて、イサカのことを彼からいろいろ聞いていたので、ここで暮らすことにした。改訂版は1966年にデルペーパーバッグのために作られて、 物語は192ページに縮小された。1943年に映画人間喜劇が作られた。もともとこの映画のための台本が作られたもので、サロヤンが映画作成から外された後、小説を急いで先に完成した。日本語題名は街の人気者。後に映画イサカが2015年に作られた。日本語題名は 涙のメッセンジャー14歳の約束。1983年にオフブロードウェイミュージカルヒューマンコメディが上演された。1959年マイケル・ J ・ポラード主演のヒューマンコメディも作られてバージェス・メレディスが語り手を務めた。ありがとうございます。